この改定案の中でですね、まあ、避難指示区域外から避難する状況にはないという、見解が示されたんですが、浜田正義副復興大臣がですね、これは規制庁の見解であるということをお話しされて、さらにその佐藤さんという参事官がですね、規制庁の見解として読み上げられたんですね。でこれってどういう経過でこの見解が出されたのか。公庁の方からこの規制委員会に対して規制対象区域について現在の線路の状況について確認を求められまして、それに対しては規制委員会の方から6月25日付で問題のポスト等による線量測定の結果に基づきますと、危険対象地域の積算線量というのは避難を必要とする線量を下回っていますよということを文書でお返しをした、そういう経緯のものでございます。求められた、いつ求められたんですか。一緒に意見を求める文書をいただいたのは6月24日付です。これ、私は不勉強で申し訳ないんですけど、規制庁に対して求められたのか、それとも規制委に対して求められたのか。ちょっと今本当に情報がちょっと来てるんですから確認してまた。で、これこれも不勉強で大変申し訳ないんですけど、規制庁として、これあと誰のクレジット、これ原子力規制庁としての見解と文書として返したと。6月25日付で復興庁に返した文書は規制庁としての文書で返しています。これ規制庁としてなんていう、言い方悪いかもしれませんが、その科学的見解を求められるというのはよくある話なのか分かりませんけど、規制庁でこれおそらく規制委員会にはかかってない話ですね。この話規制委員会などで過去に議論されている話でしょうか。定例会議とかで審議されているなかったで、かかることなく規制庁としてそういった見解の文書を出すっていうのはよくあることなんですか。それからあとこの文書の位置づけを教えてほしいんですが、通知なのか何か留意事項なのか何なのかよくわからないんですが、法的位置づけとまで大げさに言うものなのか分かりませんけど、どういう位置づけの文書なのかっていうのを毎日説明会だからよくわからなかったです。でこれ規制委の承認とかってこういった見解を出すときに必要特にないんでしょうか。あと議論担当の方も突然聞かれて戸惑っておるようでございますので、ご質問は大体そういう中身と思っております。そうですね、手続き的な経過とあとその、位置づけですね、経緯ですね、どこからどういう依頼があって、どこからどういうクレジットでどういう紙を出したのか。あと私もちょっとすみません、規制の担当じゃないので申し訳ないんですが、どういった位置づけでこういった見解っていうのはよくあるものなのか、どういう位置づけで出している文書なのかっていうのが分からなかったんですから、それを確認したいということですね。じゃあ担当の方でちょっと整理をお願いします。